どうも、スイッチマンです。女だらけの第4次スパロボ S、第38話やっていきます。今回のステージ、超大変でした。クリアするのに2日かかりましたね。何度やり直したことか。やり直すうちに何を改造しとけばいいか分かったのは収穫です。ってことで、ビームライフル、ビームキャノンを改造。ビルバインはソードライフルとオーラキャノンを改造。機体の装甲と HP も上げときます。残った資金はザムジードに使います。レゾナンスグレイ、これに頼ろう。自爆の位置が悪いぜ。このチームの分け方、ちょっとひどいぜ。宇宙適応が A なのはクエストミオだけだぜ。頼りの聖戦士、マーベルさんが B でガラリアの C とか、ひどいぜ。これ、クエスがいなかったらと思うと、ゾッとします。あんな、アシンメトリーツインテールの情緒不安定ガールに、頼らざるを得ないとは。とりあえず、ダンクーガは分離。藤原にはアイテム回収させるので、その辺にいててもらいます。他は一旦互換に終了。クエスは増援に備えます。それ以外は北上。スは集中と気合に変え、マーベルさんもベルの気合使って分身発動させときます。コロニーの地形効果を得ながら戦いたいところ。ここの敵はクエスで一掃します。当たらないよ、やめないよ。この 10% に被弾して、何度最初からやり直したことか。行け、ピンファンネル。
これなんか 10% ですぜ。おまけにクリティカル。ラムジードは HP 回復があるので、問題なし。こういうのがボディーブローのように後で効いてくる。マスドライバーキャノン、これがヤバい。また会おう、じゃねえよ、力を貸せ。よし、ここでレゾナンスクエイクです。宇宙でなんで使えるかよくわからんけど、レゾナンスなんでいけるんでしょう。真空でも共鳴って起こるんですかね？よし、もう一発。
すごいやん。いや、今回はミオ様と呼ばせていただこう。これで2回行動、覚醒もあるんで大暴れできますやん。ふむ、マジンガーでも命中率に不安はないな。よし、こいつはシーラ様で行こう。そういや宇宙シーでした。地形適応って大事だな。62% ですか。まあ、今回は皿を当てにはしてないので、倒せたら、ラッキーぐらいでいた方が、精神衛生上いいですね。無欲の勝利。もう、皿は十分すぎる働きをしましたね。あとはおとりぐらいにしかならないかな。クエスもみんなと合流させるとします。補給もしときたいし。あとはコロニーで待機です。このティターンズがマジで邪魔、邪魔いかん。ジェリドのくせに2回行動とか生意気だそう。てか、このジェリドとマウアーに何度も落とされました。もう、やり直したくない。ロザニアはゲイツがいると、説得できないので、ゲイツを先に倒さないといけません。そのゲイツが手強いとです。なんでアルパージールなん？とりあえず、ジェリドとマウアーを先に片付けます。ジェリドのレベルが45なんで、幸運使って倒せばマーベルさんも、2回行動のレベル44まで上がるはず。必中使いたいけど、後で覚醒使うかもしれんので我慢。82% に不安を覚えてしまう。よっしゃ、2回行動。このまま、マウアーも切っておこうかと思いましたが、テープを削ります。ってことで、かく乱使います。
マウアーは反撃で削って、次のターンに始末します。クエスも北上。マーベルさんを信頼で回復しときます。マーベルさん頑張って。もうやり直したくない。マジで。なんとか避け切りました。ではマーベルさんが削ったやつの始末をしていきます。69%、当たる当たる。これでガラリアも2回行動ですね。この調子で行きましょう。宇宙シーでもなんとかなる。では、ビルバインは補給です。右やー、ヒヤヒヤします。やらせろよ。しかし、なんでザムジードの最強武器がミサイルなんだ。ガラリアだけじゃ、ターンズの相手は危険が危ないので、シーラ様も向かわせます。やっぱジャマイカンか。ほんで、なんでレウルーラなん？もうめちゃくちゃですね。あ、こいつらはデコイです。血の気の多いデコイ。
ロザミア？この子、後々仲間になるのに容赦ないな。あとはシーラ様が盾になってくれます。ちょっとペース上げていきます。よし、さっさとゲイツを倒してしまおう。チキンスクな。ロザミアを神湯でセット。これでロザミアが仲間になりました。ケイツがいると説得が失敗します。では、長くなってきたので端折っていきます。余計なクリティカル。落ちちゃえ！当たらないよ。さらよさらば。ケイオスブルードは聖戦士で削ってマリアでとどめといきます。よし、なんとかなりそう。では、ゼブからいきます。
では、デブから行きます。さやかも2回行動。では、残りのバウンドド、倒したら終わりです。ちゃんとサラは復活させてます。血の気の多いデコイは、ごめん。論破されとる。栄光の落日よりしんどかった。通常プレイなら大ターンやシンゲッターコンバトラーがいるのでそこまででもないんでしょうけどね。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。